第一次ブルランの戦いは南北戦争の陸上戦闘では最初の大海戦である。1861年7月21日にバージニア州マナサスの近くで行われた。南軍北軍双方が旧五シらへの舞台で戦闘を行った。はじめはアービン・マクドウェル巡将の指揮する北軍が攻勢を取り、ブルランクリークを渡ったが、やがて南軍が ジョセフ・ジョンストンと PGT ボーリガード両巡省の指揮で押し返し北軍をワシントン DC まで退却させた。南軍が南北戦争の本格化とともに初戦に対象したことは戦争を長期化させる要因になった。エーブラハムリンカーン大統領は北東バージニア軍の指揮官にアービン・マクドウェル巡省を指名した。こらえ性のない政治家やワシントン市民は マクドウェルに北バージニアで早く南軍に対する勝利の知らせを持ってくるよう突き上げを食らわせていた。しかし、まだ実戦経験のない軍隊については心配なところがあった。アメリカ陸軍総司令官のウィンフィールド、スコット少将はお前たちはまだ青2歳だ。それは事実だが相手も青2歳だ。みんな同じように青2歳なんだと言った。 アメリカ陸軍の隊員であったトーマス・ジョーダンは1860年中にワシントンに親南部のスパイモーを構築していた。メンバーには社交界の有名人であり、広い交際範囲を持ったローズオニール・グリーンハウも含まれていた。ジョーダンはグリーンハウに暗号コードを与えていた。ジョーダンが南軍に投じてワシントンを離れた後、スパイモーはグリーンハウに委ねられ、 引き続き情報が南軍に伝えられていた。1861年7月9日と7月16日、グリーンハウは南軍のボーリガード巡賞に対し、マクドウェルの計画を含む第一次ブルランの戦いにつながる北軍の動きに関する重要なメッセージを送っている。マクドウェルは1861年7月16日にワシントンを出発し、 作戦を開始したが、その軍隊はアメリカ大陸では過去最大となる約3万5千名の勢力であった。マクドウェルの作戦は3体で西に向かい、2体はブルランで南軍に対して陽動攻撃を行い、その間にもう1隊が南軍の右翼を南方に回り込んで、リッチモンドからの鉄道を抑え南軍の背後を脅かそうというものだった。マクドウェルの考えでは、 これが成功すれば南軍はマナサス中継駅を放棄し、バージニアでの次の防衛線となるラッパハノック側まで交代を余儀なくされ、首都ワシントンに対する圧力が減るはずであった。対する南軍のポトマック軍は戦闘勢力2万1883名であり、ボーリガードの指揮でワシントンからは約25マイルのマナサス中継駅付近に駐屯していた。 マクドウェルの計画は、北東バージニア軍が数的に劣る敵ポトマック軍を攻撃し、同時にセナンドー渓谷にいるジョンストンのセナンドー軍に、ポトマック軍を援護させないように、ロバート・パターソン少将の1万8000名の部隊が、これと戦うというものだった。百六十一年七月の北バージニア、南軍北軍北軍はうだるような、暑さの中を、ゆっくりと二日間前進し、 センタービルで休憩を取った。マクドウェルはセオドア・ラニオン巡将に5000名をつけて全軍の後衛とした。その間にボーリガードが防衛線をブルランまで引いたのでその側面をつく方法を探していた。7月18日、ダニエル・タイラー巡将の師団を送って南軍の右翼に回り込ませた。しかし、タイラー師団は ブルランのブラックバーンアサセで南軍との小競り合いに引き込まれ全身が止まった。マクドウェルは自身の作戦の失敗に行き通り、大安として南軍の左翼を攻撃することに決めた。タイラー淳将の師団がウォーレントンターンパイク沿いのストーンブリッジから攻撃をかけ、デイビッドハンターとサミュエル・ハインツェルマン両淳将の師団が迂回路を通ってさらに西側のサドリースプリングス。 アサセを渡る作戦だった。そこまで行けば、南軍の左翼後方に回り込めた。また、この主力部隊の攻撃を南軍に邪魔させないよう、タイラー・シュダン・レーカのイズラエル・リチャードソン大佐の旅団を、ブラックバーン・アサセに残し、南軍右翼に対して嫌がらせ攻撃を行う、こととした。パターソン軍がジョンストン軍を、シェナンド渓谷に釘付きにしておけば、援軍は来ないはずであった。 マクドウェルの作戦は理論的には十分であったが、いくつか欠陥があった。一つ目は敵を攻撃する時に時を同じくして開始する必要があったが、旧ゴシラへの軍隊ではそこまでレンドが上がっていなかったこと。二つ目はジョンストン軍を拘束するというパターソン軍の行動に頼るところがあったこと。そして実際に最も大きな影響を及ぼした三つ目の問題点である。 マクドウェルがぐずぐずしている間に、シェナンド渓谷のジョンストン軍は、徒歩でマナサスギャップ鉄道のピードモントステーションに向かい、そこから鉄道で、ボーリガード軍を援護するためにマナサス中継駅に向かってしまった。7月18日の状況を7月19日と20日、ブルランで先陣を張る南軍に、かなりの援軍が届いた。ジョンストン軍は移動中であった。 エドマンド・カービー・スミス准将の旅団を除いて全軍が到着した。新山の部隊の多くは、ブラックバーン・アサセの近辺に陣を敷き、ボーリガードはそこから北のセンタービルに向けた攻撃を行おうと考えた。古参士官のジョンストンもその作戦に同意した。南北両軍の作戦が同時に行われた場合、互いに半時計回りに回転して、 敵の左翼を攻めるという形になるところだった。マクドウェルはその諜報員から相反する情報を得ていた。このため、ワシントンのタデウスロー教授がデモンストレーションをしたことのある熱気球エンタープライズ号を要求し、空中から付近の偵察をすることとした。7月21日朝の状況7月21日の朝午前2時半にマクドウェルは、 ハンターとハインツェルマンの師団合計約12000名をセンタービルから進発させ、ウォーレントンターンパイクを通って南西に移動し、続いて北西に折れてサドリースプリングスに向かわせた。タイラー師団約8000名は直接ストーンブリッジに向かった。経験の浅い部隊は直ちに平坦の問題に直面した。タイラー師団がターンパイク上で主力である。 側面攻撃軍の前進を妨害することになった。側面攻撃隊が見つけたサドリースプリングスに向かう、道路は荷車が一台やっと通れるようなところがあり、不適切だった。ブルランを渡り始めたのはやっと9時半であった。タイラー軍は6時にストーンブリッジに到着した。午前5時15分、リチャードソンの旅団は、ミッチェル・アサセゴに、南軍の右翼に向けて、大砲を放った。 そのうちのいくつかがまだ朝食を食べていたボーリガードの本部ウィルマー・マクリーンの家にあたり先制攻撃を打たれたことを知らされた。それにもかかわらず当初の計画に従って北のセンタービルに残っている北軍に対して攻撃の構えをするよう命じた。お粗末な命令や伝達の不備でその命令は実行されなかった。ボーリガードはリチャード・イーウェル准将の旅団に先陣を切らせる。 つもりだったが、ユニオンミルズはさせにいたイーウェルは待機し、命令が来れば前進する用意をしておくよう命令を受けていた。デイビッド・ジョーンズ巡将の旅団はイーウェルを支援して攻撃を始めることになっていたが、単独で前進していることになった。テオフィラス・ホームズ巡将の旅団も支援することになっていたが、命令は全く届かなかった。一方、 南軍左翼に集結した北軍主力2万名の前に立ちはだかったのはネイサン・シャンクス、エヴァンス大佐の旅団1,100名に過ぎなかった。エヴァンスは部隊を割いて、橋でタイラー師団の脅威を直接抑えさせたが、その先方である北軍ロバート・シェンク巡将の旅団の弱い攻撃は単なる見せかけだと疑い始めた。ボーリガードの通信隊長であり、8マイル南西の シグナルヒルから観察しているエドワード・アレクサンダー、大位から北軍主力がサドリー・スプリングスを通って南軍の側面に回ろうとしていることを知らされた。戦闘で初めて使われた旗を用いた信号であったが、アレクサンダーは機体の左翼を見張れ、配置が変わっているという伝言を送った。エヴァンスは急遽900名を連れてストーンブリッジ正面から移動し、 マシューズヒルの斜面に陣取った。以前の陣地よりも北西で少し高くなったところだった。エヴァンスはバーナード B 殉賞とフランシス・バー島大佐の2個旅団から援軍を受け、側面を2800名で固めた。この部隊がハンターガ団の先発隊であるアンブローズ・バーンサイド殉賞の旅団がブルランクリークの浅瀬を渡りヘンリー・ハウスヒルの 北端にあるヤングズ・ブランチを越えて前進する動きをうまく地対させた。しかし、タイラー師団のウィリアム・シャーマンが率いる両団が守備隊の稲や浅瀬を渡り、南軍守備隊の右翼をついた。この九州がバーンサイドとジョージ・サイクス少佐による攻撃と噛み合って、午前11時半直前に南軍を崩壊させ、南軍和山を乱して、ヘンリー・ハウス・ヒルまで後退した。 正午から2時までのヘンリー・ハウス・ヒルへの攻撃、エヴァンス、B 及びバートウの残り部隊が、マシューズ・ヒルの陣地から撤退するときに、ジョン・イン・ボーデン対砲兵隊の4門の6ポンド砲が支援し、南軍がヘンリー・ハウス・ヒルで再結集する間、北軍の前進を止めた。これらの部隊は、エム・ルイスのポーティシュの応援にあった、ジョンストン本部から到着したばかりのジョンストンと、 ボーリガード両将軍とあった。南軍にとって幸運だったのは、マクドウェルがこの構成をさらに進めて、戦略的に重要な陣地を即座に取ろうとしなかったことであり、その代わりに、ドーガンズリッジからジェームズ・リケッツ隊の砲兵中隊とチャールズ・グリフィン隊の砲兵中隊の大砲で丘に向かって砲撃を開始した。正午頃に混乱した南軍を支援するために、 ストーンウォール、ジャクソンのバージニア旅団が到着し、さらにウェードハンプトン大佐の独立混成部隊と J,EB スチュアートの騎兵隊が到着した。ジャクソンは、その五個連隊を丘の反対側斜面に置いて、直接砲火を浴びないようにし、防衛のために丘の頂上には13門の大砲を集めることができた。 大砲を放った後はその反動で丘の反対斜面に下がり、次の弾重点を安全のうちに行うことができた。一方、マクドウェルはリケッツとグリフィンの砲兵中隊に、銅岸ズリジから不評を支援できる丘に移動するよう命じた。その11門の大砲は、ジャクソンの13門と300ヤードの距離を置いて、激しく撃ち合った。 南北戦争の他の多くの戦闘の場合とは異なり、この時の南軍砲兵隊には利点があった。北軍の大砲は南軍の格好砲の射程内にあり、北軍に多いライフル砲は、そのような至近距離では効果が薄く、多くの砲弾が敵の頭上を飛びすぎた。砲火の犠牲者の一人は85歳の家父で病身のジュディス・カーター・ヘンリーで、 ヘンリーハウスの寝室から動けなかった。リケッツは砲弾を受け始めた時にヘンリーハウスから飛んでくるものと判断し、大砲をその建物に向けた。一発の砲弾が寝室の壁を突き破り、カフの足をもぎ取り、他にも多くの傷を与えた。彼女はその日遅くに死んだ。B はジャクソンに向かって敵は我々を追い払おうとしていると叫んだ。ジャクソンは 元アメリカ陸軍士官でバージニア州立軍人養成大学の元教授であったが諸君彼らに重権をくれてやろうと答えたと言われている。B はそこにジャクソンが石の壁のように立っている。ここで死ぬことに決めよう。そして勝つんだ。俺に続けと言って自部隊を鼓舞して再結集させた。B の発言と意図については戦後も議論があり。 B がその後の戦いで瀕死の重傷を負い、部下の士官たちも記録を残さなかったので、正確なところは分かっていない。ジョンストン将軍の参謀長、バーネットレッド少佐の報告では、B とバートーの旅団が厳しい圧力を受けている時に、ジャクソンが即座に助けに来なかったので B は怒っていたと主張した。この意見を支持する人々は、B の発言が軽蔑的な意味合いで、 あそこに石壁のように立っているジャクソンを見よということだったと信じている。北軍砲兵中隊長のグリフィン隊員は南軍に対して盾車できるようにその大砲のうちの2門を戦列の南端に移動させることにした。午後3時頃、これらの大砲が南軍第33バージニア連隊に乗っ取られた。第十三バージニア連隊は青い制服を着ていたので、 グリフィンの上官である、砲兵隊指揮官、ウィリアム・バーリー少佐は味方だと勘違いし、グリフィンに撃つなと命じた。砲兵隊を守っていた第11、ニューヨーク士官不評連隊の側面に、至近距離から第33バージニア連隊と、スチュアートの騎兵隊からの一斉射撃が炸裂し、砲手の多くを殺し、不評を逃げ散らせた。 この正気につけ込んだジャクソンは2個連隊にリケッツの砲兵中隊への攻撃を命じ、守備よく捕獲できた。そこに北軍の不評隊も押し寄せ、大砲の所有権が行ったり来たりした。北軍の大砲を奪ったことで戦闘の流れが変わった。マクドウェルはこの丘での戦いに15個連隊を注ぎ込み、数の上では2対1で勝っていたが、 2倍以上の兵力を同時に投入することはできなかった。ジャクソンは、その攻撃の手を緩めず、第4バージニア不評連隊の兵士に向かって、敵が50ヤードの距離に近づくまで発砲せずにためろ。それから発砲して、銃剣攻撃だ。突撃するときは怒ったように叫び声を上げろ。と告げていた。北軍は初めて反乱軍のおたけびを聞いた。午後4時頃、 フィリップ・コック大佐の旅団のニコ連隊による攻撃で、最後の北軍部隊がヘンリー・ハウス・ヒルから押し返された。午後4時以降、北軍の撤退この戦場の正方では、北軍ハインケルマン師団のオリバー・ハワード大佐の旅団が陳立地を占領していた。やはり午後4時頃、シェナンド渓谷からジュバル・アーリー大佐とカービースミス巡将のニコ旅団が到着して、 ハワードの旅団を打ち破った。ボーリガードは全軍に前進を命じた。マクドウェル軍は崩壊して撤退を始めた。この撤退はブルランクリークを渡るまでは比較的秩序だって行われたが、北軍の士官はもはや指揮することができなくなっていた。カブランクリークに架かる橋の上で北軍の荷車に砲弾が当たって転覆した時、マクドウェル軍に恐怖が走った。 兵士たちが武器や装備も金繰り捨ててセンタービルへ向けて方法の体で走り始めるとマクドウェルはリクソン・マイルズ大佐の師団に伝軍を務めるよう命令したがワシントンの手前で部隊を再招集することは不可能だった。それに続く混乱の中で数百に及ぶ北軍兵士が捕虜になった。そこから至近距離にあるワシントンからは 政治家やその家族を含む富裕な特権階級が、北軍の容易な勝利を予測して、ピクニックに訪れ戦闘を観戦していた。北軍の兵士が無秩序に走って逃げてきた時、ワシントンへ向かう道は、恐怖にとらわれて、馬車で逃げようとする市民たちで塞がれてしまった。ボーリガードとジョンストンはこの勝機を徹底的に押し通すまではやらなかった。 アメリカ連合国大統領のジェファーソン・デイビスが、北軍兵士が逃げる様を見るために戦場に到着し、追撃を奨励したものの、両将軍の軍隊も、北軍と同じくらいに乱れ切ったままであった。ジョンストンが、ミレッジ・ボーナム巡将とジェームズ・ロング・ストリート巡将の、旅団を使って、北軍の右側面から割り込ませようとしたが、失敗に終わった。二人の指揮官は互いにののしりったが、 ボーナムの兵士が北軍連軍の砲火を浴び、リチャードソンの旅団がセンタービルに向かう道路を塞いでいるのを見て追撃を中止した。今日という日はブラックマンディとして知られるだろう。我が軍は連邦脱退主義者によって完全にみっともなく敗北し圧倒され、死もと打たれた。北部の日記文学者、ジョージ・テンプルトン・ストロング最初の南軍機スターズバーズ2番目の 南軍キステンレスバナー北軍の損失は、戦死460名、負傷1124名、捕虜、または、不明が1312名となった。南軍は、戦死387名、負傷1582名、不明13名となった。南軍の両団指揮者としては、フランシス・バー島大佐が、最初の犠牲者になった。B 将軍は、貧死の重傷を負い、 翌日死んだ。北軍も北部市民も南軍がワシントン市に進軍してくることを恐れた。この時点ではそれを阻むことができる勢力はほとんどなかった。7月24日、老教授が熱気球を飛ばしてマナサス中継駅やフェアファックスのあたりにいる南軍を観察し、南軍が大軍でいる兆候がないことを確認したが、敵の支配地域内への着陸を余儀なくされた。 ローは一晩かかって救出され、参謀本部に報告できた。ローの偵察報告は、北軍の指揮官たちをほっとさせるものであった。ボーリガードは、この戦闘の英雄とみなされ、即日、デイビス大統領が、南軍の大将に昇進させた。ストーンウォール・ジャクソンは、疑いもなくこの勝利に対する、戦術的貢献者であったが、特に表彰はなされなかった。 その活躍は次のバレー方面作戦に持ち越されることになった。アービン・マクドウェルは北軍敗北に対する非難の矢表に立たされ、間もなくジョージ・マクレランにすげ替えられた。マクレランは北軍の総司令官にもなった。マクドウェルはこの13ヶ月後に行われた第二次ブルランの戦いでジョン・ポープ少将が南軍のロバート・イーリー将軍に敗れた時も、 重大な責任があると非難された。パターソンも指揮官から外された。この戦闘の名前は1861年以来論議が分かれている。北軍は戦闘の局面の推移に関わった川やクリークの名前を戦闘名にすることが多かった。南軍は近くの町や農園の名前を戦闘名にすることが多かった。アメリカ合衆国国立公園局は 南軍の命名によるマナサスを採用し、戦場跡をマナサス国立戦場公園としたが、北軍が命名したブルランは大衆文学などで広く使われている。この戦闘の時まで両軍の軍機が似通っており、混乱を招いた。南軍は星とバーであり北軍は星と筋であった。この後、南軍は新しい軍機を採用し、 これが南軍とその後の南部を象徴するものになった。アメリカ連合国の国旗を参照。北東バージニア軍総司令官、ジョセフ・ジョンストン少将。ありがとうございます。